今回私は主役級の役なんだ。キルアンドンの切れ者隊長っていう役。難しいけど楽しく演じるから楽しみにしててね。うわふー、この問題もわかんないよ。頭がこんがらがる。頭から湯気が出てきちゃうかも。出てきてない？大丈夫？これはもう息抜きが必要だと思うな。あんたはいつも息抜きばっかでしょうが。ほら、ちゃんと手を動かす。そんなことないもん。あ、授業時間と休み時間を入れ替えたらどうかな。そうしたら多分集中できてバッチリ勉強がわかるはず。そんなのダメに決まってるでしょうが。はあ、まったく何を言い出すかと思えば。だって難しい話ばっかりだし、時間が長くて授業って全然わかんないんだもん。授業よ早く終われって念じたらなぜか先生にバレちゃって怒られるし。それで先生に怒られてたの？はあ、玉尾は座学もめちゃくちゃ楽しんでるわよ。一恵も見習いなさいよ。本当に？退屈しないように先生たちが授業を盛り上げてくれるから楽しいって言ってたわ。確かに同感ね。嘘だ。絶対そんなことないよ。私は頭がぐるぐるして倒れちゃいそうだもん。あれは私を倒すための呪文だよ。そんなこと言ってると留年するわよ。私別に頭悪いわけじゃないよ。へえ。本当だよ、嘘じゃないからね。もう本当だってば。はいはい、わかったわよ。はあ、いっそのこと国語とか数学とかの時間を全部舞台の勉強にしちゃいたいよね。何言ってるのよ。もうそれなら私も退屈しないで済むし。うんうん、軽く言ってみたけど今のいいかも。ちょっと今から先生に掛け合ってこようかな。実現したらみんな喜ぶもんね。よーし、それじゃあ今から行ってみよう。一恵、冗談もいい加減にしなさいよ。でも今からレッスンじゃん。そっちの方が大事だし、掛け合うのは後にしようっと。はあ、本当にむちゃくちゃなんだから。早くレッスン行かなきゃだから、ふみ、ここの答え教えて。自分で考えなさい。ねえねえ、すっごく大変な時無口になるタイプ？それともおしゃべりになるタイプ？私はね、おしゃべりになるタイプなんだ。自分の中のいろんな気持ちを止められなくてバーッと出しちゃう。私以外のみんなって抱え込みそうなタイプだから心配なんだよね。何か気づいたことがあったら私に教えてね。学内発表会の演目と役が決まったよ。そしてなんと私はあやかし見回り隊の隊長。どやー驚いた？実はさっきみんなで配役を決めたんだよね。演じるのはなんとあやかし見回りロマンタン。あやかし見回りロマンタンは有名な演目だからもちろん知ってるよね。街で起こる珍事件を鮮やかに解決する謎の多いあやかし見回り隊が活躍するって話。あやかし見回り隊なんて本当にあったら世の中すごく面白そうだと思わない？はみ出し者が集まる部署だけど実際には精鋭揃いだし、
裏の顔があって大活躍だし。私の役はその中でも特に破天荒なところがあって、演じるのが結構大変そうなの。だけどそれだけ挑戦しがいがあるよね。上手に演じることができたら嬉しいし、これからはこの舞台の練習に全力投球。一日でも早く上手になるために。楽しみだな。ああそうそう、玉尾やふみも気合いもりもりって感じ。ルイとゆゆこも一緒だからとっても楽しくなりそうだな。みんなと一緒に舞台を作ることができるってとっても幸せだよね。ちなみに私と玉尾は最初は馬が合わなくてぶつかり合う感じの関係だったり、でも私たちがどんな仕事をしているのか、その姿を見て玉尾が少しずつ変わっていくんだ。二人が認め合うようになって、協力して、って全部喋ったらダメだよね。前に見たことがあるかもしれないけど、私たちのあやかし見回りロマンタンはこれが初めてだからね。お話は観客席で楽しんでもらわなきゃ。今はまだまだの完成度なんだけど、毎日みんなと一緒にレッスンして上手くなって、きっと今までで一番のあやかし見回りロマンタンにしてみせるから。だから本番を迎えるまで楽しみに待ってて。絶対